今回はダイエット臓器、腎臓が壊れる寸前のサインについてご説明いたします。ダイエットをしても痩せない人、普通に生活して太っていく人はアラフォーあたりから急激に増えます。それは食べ過ぎとか運動不足とかではなく、腎臓が壊れ始めてるからかもしれません。ここではダイエット臓器である腎臓が壊れる寸前のサインをチェックし、その後の対策方法をご紹介いたします。でも個人差はあります。気になったら概要欄にユリシードの URL があるので、お気軽に予約してご相談に来てください。ダッチダイエット塾。それでは今回は大きく4つの項目に分けています。1つ目、腎臓はダイエット臓器。2つ目、腎臓が壊れたらどうなる。3つ目、腎臓が壊れる寸前のサイン。4つ目、腎臓を回復する方法ということになってますけども、まず1つ目からいきましょう。腎臓はダイエット臓器です。1つ目、基礎代謝の調整です。腎臓や副腎が疲れると血液循環が悪化し、基礎代謝も低下します。ダイエットするには健康な腎臓が不可欠なんですね。皆さん腎臓ケアしてますか？2つ目、体液の調整です。腎臓が疲れるとむくみが発生します。2番目、腎臓が壊れるとどうなりますか？摂りすぎた栄養や老廃物を排出できなくなります。ということは、1つ目、太ります。オーバーエネルギーが排泄されなくなります。オーバーエネルギーってのは要するに取りすぎたエネルギーね、それの余分なものを排出できなくなるわけですから、当然ながら太ります。溜まったものは普通は血管内に付着したりとか、いろんなところにこう溜まったりするんですが、それだとね、健康を害しますので、脂肪細胞が吸収して血管をきれいにしてくれてるわけですね。脂肪細胞ありがとうってことになるわけなんですが、大抵の女性の方はあの脂肪細胞の鬼が悪魔かってこう言われるね。それはね、本当はね、ダメよ言っちゃね。脂肪細胞は一生懸命働いてるの。それを言うんだったら、自分たちの食べ物とかそういったものを見直しましょうね。腎臓が壊れた場合は最悪死ぬということね。本当に重要なこと。人間は死なないために一生懸命いろんなことをしますけれども、本当にね、腎臓は壊れてはいけない臓器です。なので人体に2つ独立した臓器があるという唯一の臓器なんですね。腎臓だけなぜ2つあるか、それだけ重要だというふうに覚えてください。それから3つ目、絶対に見落とさないようにしてください。主な医学的な検査のことを話しますと、まず健康診断に出てくるのがクレアチニンのデータですね。これ女性 0.7 以下、男性 1.0 以下って言われてますけれども、単純に言うと筋肉の量なんです。男性の筋肉が多いんで 1.0 ぐらい。クレアチニンというよりは筋肉を動かすことに出てくる老廃物が出るので、女性の方が筋肉の量が少ないの 0.7 ですっていうふうに言われてますけども、これね、例えばマッチョマンだったり体重が大きい人とかだとちょっと違ってくるので、まあ失礼な言い方だけど、日本の医学関係の人たちが設定した数字だと思っていただいて、実際個人差はあります。2番目、 eGFR、 これはね、ろ過する性能って言っていいんですかね、まあ、およそ60未満はやばいよって言われています。男性腎臓病患者 CKD って言われるんですけど、その患者さんは1330万人もいます。これはね、糖尿病患者よりも多いんですね。国民の8人に1人が病人だと言われていますけども、実際もっといます。ですので皆さん、自分もそうかなと思っても決しておかしい判断ではないんです。つまりどういうことかというと、実はこの2つでは終わらないんです。一番多いのは腎硬化症っていう人が一番多いんだけど、この腎硬化症って厄介なのね。ちなみに皆さんがよく聞いている透析しなきゃとかいう人たちで、腎硬化症で透析する人ってすごい少ない、ゼロじゃないんだけど少ないでね。大体の人は糖尿病性腎症とか IgA 腎症とかっていうのがあってね、そういう人たちが透析をするっていう風になってるんだけど、だけど腎硬化症って人たちが実は、ね、透析の必要はないんだけど弱ってるって人なのね。でこれがね、すごく見つけにくいんですよ。でこの腎硬化症っていうのがね、まあなんせ調子悪くて調べたら、はい腎硬化症ですかねって言われるようなパターンね。特にご老人の方は大半このケースです。何歳だったかな、70歳かぐらいになってくると、もう8人7人とか6人に5人ぐらいもこの腎硬化症になってるって言われてるんでね、ほぼほぼ間違いないです。脱線するけど、猫ちゃんとかがだいたいほら15歳とかになってくると大半腎臓病って言われちゃうんだけど、それと似たようなもんだと思ってください。それなら自分の腎臓はどうなんだろうかということで、チェック皆さんしてみましょうね。今から言う項目12個チェックしますからね。いきますよ。1つ目、起床時低血圧である。2つ目、起床時疲れが取れていない。3つ目、最近太ってきた。4つ目、昔のように痩せれなくなってきた。
5つ目むくみを感じる、6つ目毎日お肉を150から200グラム食べていない人ですね。7つ目毎日 1.5 リッター以上の水分を摂取していない人ですね。8つ目睡眠時間7時間以上取れていない人ですね。9つ目アルコールは週3日以上飲んでる人ですね。10個目プロテインを毎日飲んでいる人です。11個目糖質抜きダイエットをしている人です。12個目塩は食塩で摂ることが多い人です。外食してる人もほとんど食塩だと思っていただいてです。ということでこの12個のうち3つ以上で要注意、5つ以上で警戒、7つ以上で危険だと思ってください。ということで皆さんどうでしたか。私腎臓弱いかもしれないなんて思っていただいて、実際に20歳から40歳のところで腎臓のまあ必要とする能力はおよそ半分になると発表している研究団体もあるぐらいなので、年齢によるものもあるんですけれども、まあ実際ね、皆さんご経験あると思いますが、30歳40歳超えてくると、あ、なんか普通に太ってきたなっていうのは大体これ腎臓が原因だったりします。で4番目、この腎臓を回復する方法についてご説明していきますが、まあそれぞれは関連動画がもう出されていますので、詳しくはそれぞれの関連動画を見ていただければと思います。1つ目、水分をしっかりと補給しましょう。水分量はもう定められています。およその目安で自分の体重かける 35ml で計算ができます。体重 60kg の人の場合は 2.1 リットルということになるんですけれども、これはね、食べ物から摂取する水分も入っていますから、全部が全部 2.1 リットル飲まなきゃいけないというわけじゃないんですが、まあ目安としてだいたい8割ぐらいか8割強ぐらいはなるべく飲み物で飲んでいただきたいと思います。というのは食べ物からの水分取っていいんですけども、だいたいその食べ物の水分と一緒にね、添加物が入ってたりとかしてて、それごと吸っちゃって吸収しちゃって、この添加物のせいで腎臓や肝臓を痛めたりする場合もありますから、水分が足りない人ってだいたい体調悪いのだから、皆さんなるべく水で飲んでいただきたい。そういう意味も含めてコーヒー、スープ、アルコールっていうのはね、計算をしないということです。それは水分ではないという計算していただいて、飲むなではございません。実際アルコール飲んで腎臓にいいアルコール飲み方っていうのがあります。コーヒーも腎臓にいいコーヒーの飲み方ってあります。関連投稿ぜひご覧になってください。2番目、睡眠は最低7時間、寝る前に携帯は見ない、瞑想は10分を推奨しています。ですのでこの瞑想の仕方についても関連動画出てますから、よかったら見てください。3つ目、プロテインではなくお肉を食べましょう。イワシは神フードです。本当にいいものなんです。しかも去年あたりからめちゃくちゃイワシがいいですので、皆さんね、本当食べていただきたい。糖質抜きダイエットは危険です。プロテインを飲んでる方よくあるんですけども、これなんでかっていうと、エネルギー不足になっていくんですね。いや、エネルギー不足でいいんですよ。私ダイエットしてるわけですから、脂質を取りません、炭水化物取りません、そうするとタンパク質しか取りません、タンパク質はカロリーじゃないんで痩せます。あれは嘘です。どういうことかっていうと、エネルギー不足になると腎臓はタンパク質を分解してエネルギーにするというね、イカ作用っていうのを起こすんですね。皆さんね、タンパク質はエネルギー源にならないって言うんじゃないですよ。ものすごく大変な過程を、腎臓に負担を持って実はエネルギーにしてるんです。それによって腎臓に大きく負担をかけて、結果的に腎臓をぶっ壊します。腎臓をぶっ壊すとどういうことになるかっていう話ですね。とんでもないことになりますね。ですのでこれも関連動画よかったらご覧ください。4番目、塩は海水塩がおすすめです。いろんな塩ありますけれどもね、岩塩とか海水塩、海水塩にも藻塩とかいろんなのありますけども、これもね、関連動画ございますからね、よく見てください。おすすめは藻塩です。5つ目、プレミアム犬陶器を飲むことなんです。よく私ども言ってますけども、プレミアム犬陶器を飲むことなんですね。日本成人病予防協会推奨品です。それから日本未病学会学術総会で論文を提示して、そしてエビデンスも公開されています。435人の人が7ヶ月以上摂取することによって、なんと太った人はゼロということで、皆さん本当にね、ダイエットしようかなと思っている人はダイエットする前でまずこれを飲んでからっていうぐらい、本当にね、飲むだけのね、神サプリです。腎臓にとっては絶対的なポジションだと思っています。なぜなら私はこれで腎臓病を克服しました。病院に4年間通い詰めて全然ダメだったけど、このサプリメントを2年半飲むだけでちゃんと改善し、今ではおかげさまで20キロ体重痩せました。ぜひ皆さん、ちょっと高いですけど飲んでみてください。このことは私も美と創身の専門家として論文を多数出しています。概要欄に施術のクーポンもございますので、お気軽にお問い合わせしてみてください。これからもこのチャンネルでは健康と美について追求し、ダイエットや腎臓のことについて触れながら、皆さんに有用な情報を提供していきたいと思います。
。答えてほしい質問や感想などございましたらコメント欄に書いてください。高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。足痩せモニター大募集。平均 6.4 センチの足痩せ術のモニターを募集しています。撮影出演していただけましたら初回1万5000円の施術代を無料にてご提供させていただきます。ご希望の方は概要欄の応募フォームからお申し込みをお願いいたします。